愛の風と山鉄道が利便性向上のため521系電車の3両編成計画を発表しました。新しく作られるのは運転台やトイレ等の設備がない中間車。これにより乗車定員が250人から400人に増やすことができます。またこれとは別に老朽化した旧型車両、イベント列車として運用している富山絵巻も廃止する方針を明らかにしました。